皆さんこんにちは、吉村農園の吉村です。はい、今回も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今回もですねご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、だいぶね髪もねなんかすごく伸びてきてね、もう人生で初っていうぐらいにね髪を今伸ばしてる段階です。もう今後もですね、この髪はどんどん伸びていきますんでね、もうランナーも伸びて、もう髪も伸びていくって状況かなと思いますんでね、ぜひぜひ今後も動画でねちょっと私の髪の状況も見ていただければと思います。で、今回の動画のまあ内容、まあテーマなんですけど、親株ですね。親株の管理ね、もうしっかりとも始まっておりまして、もうねランナーの方も徐々に出てきてるんですよ。で、その中でもっともっとねランナー出したいなってことで、ランナーを出すための追肥、そして液肥、まあどんなのかけてるのかっていうのを今日取ってきましたので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、こんにちは。もう外気温も上がってきて暖かくなって、もう栄養剤ってことじゃないんですけど、土の方には肥やしがないですから、株間に一つぐらい筒、こんな感じですね。を、ちょっと離れたとこへ一つぐらい筒、こう。一ヶ月ぐらいしか効かないんですけど、まあ一ヶ月に一回ぐらい筒、この他に液肥の方もやるんですけど、まあ固形の肥料、この他にジャンプなんかもやるんですけど、まあちっとつついろんな肥料をやっていくっていうのが、株を大きくする意味で、いっぱいやればいいって問題じゃないんでね。こういうふうに一株ずつ離したとこへ、株元やらないでちょっと離れたとこへやっていく。こんな感じに。地道な作業です。はい、親株に、肥料、ペットボトルの蓋で一株に一つずつ、これでちょうど、やるくらいですね。これを1ヶ月に1度ぐらい。で、四季島6号ってやつで、成分はこんな感じ。有機質がたくさん入ってるんですけど、まあ、窒素だ何かたくさんいろいろ入ってるやつを、この他に液肥をやるんですけど、固形のやつもやんないと液肥は、上から冠水すると流れちゃうんで、このように、どの株にも一つずつ、ペットボトルでやっていきます。蓋でちょうど。すくすくトレーに、肥やしを入れたり、薬を入れた時のね、便利グッズ。ペットボトルを絞ったやつで棒付き。で、このくらいって。で、パサ。ってやるような感じで、これだけの道具かもしれないんですけど、どうしてもね、こっち側に入れる時も、ここにいて、持って、入れられるってことで、手でこう入れるより、で、分量も一定で入れられますか。蓋、ただの蓋ですよ。ね。こんな感じで。縛っといて、で、死の竹ですね。で、道具は軽い方がいいから、鉄よりこういう、シノみたいなやつがとても便利です。で、分量はここで測って、木工側さやるときもこういうふうに。もうここはやってあるからやれないんですけど、工夫すると作業は楽々ね。はい、では本日なんですが、こちらね、液肥を今かけてるかと思うんですが、まあ、どういった意図でかけてるか教えてください。そうですね、天気的に早く大きくするのには液肥が必要なんで、元声は、この間、固形の肥料をペットボトルで一つ、敷島をかけました。その次に、ちょうど液肥とホップ菌を株元に、500cc ぐらい、こういうふうに染み出せるような感じで、なるべく親のね、あんまり強く圧力をかけると追っかけちゃうんで、ちょっと弱めにして圧をかけて、たくさんかけてます。それで、ランナーの方にかかっても栄養剤ですから別に問題ないんで、全体的に。はい。で、今回なんですが、こちらかけてる液肥なんかも教えてください。普通の、タイミングですね。タイミングを約1リットルぐらい入れてます。はい。タイミングのみですか？そうです。はい。
こちらの液肥に関してなんですが、はい、今はどのぐらいの定期的な感じで入れてるんでしょうか。本当は1週間に2回ぐらい、1回に1回ぐらい入れたいんですけど、時間がない。はい。はい。本当はちょっとこまめにやってた方が、もうこれかけたやつ明日上から冠水しちゃうんで、水は下に流れちゃうないっていうわな。はい。こんな感じです。わかりました。はーい。出ます。はい。ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、親株のですね、追肥、そして液肥についてのお話をしてきました。で、吉村のようにですね、なんであんなにね、追肥してからね、液肥なんかもどんどん入れてるんだってちょっと思われた方もいらっしゃるかと思うんですけど、やっぱりですね、この7月までにどうしてもですね、親株からランナーをしっかり取りたいってこともありまして、早め早めでの作業でですね、ランナーを今の時期にこう伸ばしたいってのもありまして、ちょっと栄養をね、少し入れてるような段階です。ぜひね、参考にしていただければと思います。で、次回もですね、動画撮ってきますので、ぜひご覧ください。ではまた。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日はゴールデンウィークのね、ちょうど最終日なんですけど、お客さんの方もね、ちょっとテレビに出たんでね、たくさん、前みたいな感じにちょこっとなってきたからね、心的にはウキウキなんだけど、もう来年のことを考えなくちゃなんないから、いちご農家としてはね、ちょっと大変なのがまた始まるかなっていうことで、吉村農園のね、今年の進化は何かなと思ったら、あんまりなかったかな。でも来年はまたいろんな種類と、まあ、ことを考えていくっていうことと、新規収納やこの YouTube をやってたんで、昨日とで福島の方のね、キュウリ農家の人が訪ねてきてくれてね、とても意義のある話をして、やっぱり農家は農家同士だったんですけど、その福島から来てくれた農家の人もね、大規模にやっててね、私もね、見習う点がたくさんありました。その方も私に会えたっていうことで、なんか感動して帰ってきたんで、帰ってくれたんで、私もとても嬉しく思ってます。ちょうど2時間ぐらい話して、来たんで、急にアポなしで来てくれるってね、嬉しかった。やっぱりこういう、今の時代のこのつながりっていうのはね、いろんな方が見てくれてるんで、私もね、来てくれるとね、本当にね、昔の友人、竹馬の友のような感じがして、とても嬉しい。ちょっと農家の人もね、時間が空いた時はね、これからは売店の方もね、長い休みに入っちゃうかもしれないんですけど、何かの機会があった時は、益子の方へ来てくれてね、悩み事もどんどん言ってきてください。私が答えてあげますからね。よろしくお願いします。こんにちは、吉村農園の吉村です。ということで始まりました、社長の部屋一言二言。会社にあんまりうまく溶け込めなかったのかな。まあ、溶け込めなかったの。溶け込む気分なかったって。99% ぐらい風でやってたね、ほとんどの人。そうですよね。そう、はい、でも端的にお願いします。難しい時はうち1個で、はい、大体それですね。では、実は一つまとめましたね。はい。